ではここでパクスを紹介しましょう。彼と出会ったのはスキー場のゲレンデ。優しくてかっこいい姿に一目惚れしてしまったんです。でも心配だったのは、東京に帰ってからほらスキー場だからよく見えるって話聞くじゃないですか。本当は内心不安な気持ちでもう一度会ったら。心配いりませんでした。やっぱり彼は素敵。スキー場の魔力なんて言葉は心配しなくてもいいんですね。 PS 今度は彼といつスキーに行こうかな、というファックスネームスノーウェイリーさん、よかったですね。もっともスキー場の魔力ってやつは女の子に対しても働くことがあるんですけど。It's a very dry love。 ではそんな話題にぴったりのこのナンバーをお送りしましょう。スピードアップワード木村佳乃。先ほどのファクスネームスノーレイリーさんみたいにスキー場に行く車の中でこの演奏を聴いてる人もいるはず。大丈夫大丈夫、ゲレンデで咲いた恋が長続きすることだってたくさんあるんですから。 Don't worry, yes you can speed up love。君に